五条家は、日本の苗字の一つ。菅原井町の小高町を祖とする。官位は、高町の市長業以降、大学頭、文章博士、四季部大輔を経て、中名言、大名言を極端とする。後に、東某城や、清家や、桑原家が分かれ出た。家業は、紀伝道。江戸時代の家禄は171国。明治維新後はため、栄が、死者区に除せられた。 代々朝廷主催の相撲設置へにおいては、相撲師として、その運営を取り仕切ったことや、のみのすくねの子孫ということもあり、紀伝道のみならず相撲の鹿として、鎌倉時代以来君臨してきた。しかし、相撲の鹿としての五条家の名声は、熊本藩主、細川家の家臣である十三代、吉田司や、当主吉田追風が、積極的な相撲工業を展開し、 江戸相撲において横綱免許を発給するようになってから失墜することとなる。ようやく文政6年、大関、柏取助と玉垣学之助への横綱免許交付をきっかけに、立て続けに吉田塚酒に先んじて横綱免許を発給するなどして、吉田塚酒への逆襲を始める。五条家単独で十二代横綱、陣幕九五郎に、 横綱免除を発給して以降、明治期に吉田司家が西南戦争で西郷隆盛軍に加担してその責任を問われたことを契機に五条家単独で大阪相撲や京都相撲の力士に横綱免許を発給したが、横綱免許を乱発したことがかえって横綱の権威を損なう結果を招いた。二、すでに五条家から横綱免許を得ていた十四代、堺川波上門は、 吉田塚酒から横綱免状を発給される。さらに、明治末期に大阪相撲の実力力士、21代横綱若島健四郎が五条家から横綱免許を受けたことに続き、若島健四郎の後継者とされていた23代横綱大木戸森上門の横綱免許取得をめぐる対立から五条家頼みの綱である大阪相撲と、 吉田塚酒との間に亀裂を招く結果をも招いた。ついに、明治44年に大阪相撲の主催団体大阪相撲協会が吉田塚酒と和解したことにより、江戸時代以来の横綱免許をめぐる混乱に終止符が打たれた。このことは、相撲の世界における吉田塚酒に対する五条家の完全な敗退を意味した。五条家自身はすでに、 京都相撲の力士、大怒りモンタロに横綱免許を発給したことを最後に相撲界との縁から遠ざかっており、以後、相撲界における五条家の消息は不明となった。五条家現在、五条家はためよしが26代目投手を務めており、今後は長男のためてがが27代目投手の座を継承する予定となっている。国立歴史民族博物館の 急行急量取調べ調データベースより算出した幕末期の五条家領は以下の通り、天武天皇の末裔、清原義江の次男の五条頼元が五条姓を名乗る。南北朝時代に大劇として活躍した、久家五条頼元の一族は、広住流清原氏の家系である。明治30年7月1日に五条頼貞が男爵を除釈する。ありがとうございます。